叫ばせてやりなさい。すごいわ、メイビー。アナドラ天候です。
Yeah.
してただ立っていた。で売りますぜ。毎度どうも。ガンガン打ちまくってくださいよ。いい取引ができて何よりですよ。毎度あり。いい取引ができなれると足も困りますんでね。出てきなさいフリント。あなたのクラブトラップが戻ってきてやりましたよ。俺たちの新しいおもちゃだ。存分に可愛がってやんな。街のゲートに行くには車がいる。キャッチャーライドを探して。
車両を生成してくれる。試してみて。うちはこう、何これ、ハッキングできないし。失礼。キャッチャーライドはスクーターという男が仕切っているの。メカニックとしては一流ね。バンディットに取られないようにこのキャッチャーライドをロックしてる。ブラッドショットのキャットで相手同士のロボットが一台捨てられている。いいわよ。アダプターをキャッチャーライドに取り付けて、あとは私が何とかするから。
俺の名はローランド。クリムゾンレイダーズを作る前は俺も一階のハンターだった。直接会って話を聞きたいところだが、その前に少し手を借りたい。リースという男が町のシールドを維持するのに必要なパワーコアを持ったまま戻ってこない。彼を探して連れ帰ってくれれば仲間としてサンクチュアリに迎え入れよう。ローランドから連絡があったのね。彼の言うことをよく聞いて、ジャックを倒すのを手伝ってくれるわ。初めてレイダーズに加わってくれた男。パワークは見つかり、バンディーを何人か始末した。それを持って先にサンクチュアリへ向かってくれ。クリムゾンレイダーズはお前を歓迎する。襲撃を受けた。お前は早く。
残念だが、お前さんがブラッドショットどもを片付けてくれたおかげで愛も浮かばれるだろう。
諸君らが望めば、この惑星は平和になる。おとなしくこう…ローランド、いや、ハンターか。スピーチは気に入ってくれたかな。ちなみに、最後の部分は…バンディットの巣までたどり着くとは、やるじゃないか。サンクチュアリを焼き払う楽しみが増えたというものだよ。そうだ、後で私の秘密を教えてやろう。ローランドから聞いてるぞ。ジャックと会って生き延びたんだってな。今開けます。ローランの指令は極秘の偵察任務から戻らなかったんですが、こういう事態に備えて指示を残しています。町のメカニックに会いに行ってください。
嘘でしょ。ローランドを助けてあげて。クリムゾンレイダーズだけじゃ歯が立たない。とにかく居場所を探しましょう。てめえハイペリオンか。知ってるぜ。てめえら全員ロボットでゴミから鉄くず漁って食ってんだろ。ローランドが消えた直後に襲ってくるって予想はついてたぜ。俺を殺しに来たってんなら言っておく。俺は命の限り戦うぜ。おい、ちょっと待てよ。さてお前、ハイペリオンのロボットじゃねえな。しかもボルトハンターじゃねえか。すんげえな。ボルトハンターっていや、ユニコーンみてえな珍獣だぜ。手を貸してくれんのか。クリムゾンレイダーズが話してたぜ。ローランドは俺に、もし奴がいなくなったらプラン B、 B はサンクチュアリを離陸させて超クールな飛行都市に変えるの略だ。そのプラン B に移るよう言ってたんだ。ここにある燃料電池、このイリジウムを持ってけ。悪いな、今は何もないんだ。今持ってるのはこれだけだ。ところで、燃料電池は町の中心にある点火装置に差し込むんだ。それからブラックマーケットで燃料電池をもう。買ってくれ。イリジウムはそのためだ。ちなみにマーケットをやってるクレイジーワールはやべえから気をつけな。あいつうちの車を丸ごと食っちまったからな。サンクチュアリのバンディット将軍、そちらにボルトハンターが到着したらしいな。引き渡せば賞金を出そう。心配しなくても誰もあなたを突き出したりしない。あなたが頼りだ。プロパガンダでいっぱいだ。サンクチュアリーはもともと最高戦だったってのは知ってるな。